はいじゃあそれではホワイトボードをしてください、はいははじゃあそれではですねこちらテキストお手元ですね続きまして学習をこちらですね大きい時計数字の4番イノベーションのマネジメントに入っていきたいと思いますさあ皆さんお手元見てくださいまずは大きい数字の1番ですね技術開発そしてこちらお手元が製品開発競争という内容になります。 じゃあまずですね「からちょっとお手元見てください性能アップ競争」ってあるじゃないですかでそして数値目標の追随ってありますが、まあ、こちらもこう競争していこうとイノベーションを行う時にね、まあ、どん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 いいものを作っていこうという話に業界の中でなってくると思うんですが赤字のところ見ていきましょう性能を数値目標化するそして開発進めると数値目標が見えやすくなるからライバルは おもっといいの出してやろうぜっていう形でこの追随しやすくなるわけですね。追随ライバルが追随しやすいってことはこちらに書いてあるように追随を受けやすくなると自社としてはねライバルが追随しやすいってことは自社としては追随受けやすくなるまあ数値化って何でしょうね例えば容量ギガバイトとかテラバイトとか容量とかあとは画素数なんてありましたよね。いろいろろと 何百万画素例えば200万画素300万画素400万画素とかこうデジタルカメラってその辺を追ってた時代って結構あったじゃないですかものすごく。でそこってうちのがいいぞうちのがいいぞうちのがいいぞっていうふうにやっぱり数値化目標をするとキャッチアップしやすいんで競争が激化しやすいですよっていったところが昔ね皆さん CM とかで見られたんじゃないかなと思います。ははいいいいじゃあ続いてていききましょう2番目括弧ののですねこちら覚えたただきたいのは 水平分業化の中に国際ってついてますねだから国際水平分業化は世界的な生産規模をいかに早く達成するかという時間と規模を優先しただから時間と規模を覚えておいてくださいこうスピードなんですねだからタイムベースのところにリンクしていきます考え方として時間と規模を優先したと、ね、言ったところがこちら。 国際水平分業化によるシェアの拡大そうです、ね、いろいろとこう、ね、国際で作っていけば日本で作ってどんどん出していくよりはいろんな地域でこう本当にですね水平分業しながら作っていった方がよりたくさんのものを供給することができるかなと。広いい工場が欲しい ななんて形ににった時には日本国内で工場のね立地の選定してる間にどん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 競合他社が新しい製品出していくこんなことにもなりかねないのでじゃあ海外で広い土地があるところにドーンと作ってそこで現地の人を採用して日本からまあ実際に技術者も行って 教えていった方が日本でお金を貯めて工場を作るよりは早いんじゃないかといったところにもつながってきますねあとは分業で作るんじゃなくてよその会社にお願いしていくって考え方もありますよねこういったところがやっぱりスピードタイムベース競争の中にもつながってきますよという内容が今回2ですねそしていきましょう3性能アップに伴う顧客のの評価の厳格化顧客による対要はコスパですよ。 皆さんコスパ性能対費用の評価も厳しくなり性能アップに費やした研究開発費を価格に転嫁できず企業の収益性は悪化するとだから例えばもう本当にね昔だったら200万画素ってすげえなーと思ったんですけれども今だからっていう感じじゃないですかだからそういったところなんですね。例えば昔だったら例えばそうですね今も1テラとか当たり前になってきましたよね。100ギガお そういうふうに技術がどん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 ねあのアップしてきてそうするとお客さんも性能に対してはもう厳しくなりますから「えそんなもんなの?」なんてね「もっと速い車できないの?」というのと同じです「もっと通信速度速くならないの?」っていうところで、まあ、お客さんのこの評価っていうのも厳格化してきますよっていうのはちょっとインプットしておいてください。 まずはこの三つですね覚えるべきところは赤字の部分というところになりましてさあ行きましょう製品開発組織これは次の組織論のところですねこれ私ね入れるのちょっと迷ったんですよここに入れるべきか組織論で入れるべきかってすごい迷ったんですが もしこの辺の内容についてちょっと組織の内容に入っちゃいますから分かりにくいなと思う方は一旦組織論を勉強してから戻っていただくと分かりやすいです。組織の原理原則についてはこちらでは学習しません。ね、もう本当に応用的なテーマでこのイノベーションのマネジメントの研究開発組織ね。 ベンチャー企業とかそういった話をしていきますんでちょっとわからないなっていう方は一旦ここで主張を止めていただいてもう一回組織のところ組織のをしっかりと一通り勉強した上でこちらの大きい数字の2番について学習していただきますとよりですね この学習効果高まりますのでまあ、今はまあさらっと見といてください。さらっと見ていただければ結構です。あの、初めて学習する方ね。もう経験者の方は忘れてしまったら、組織論の部分、こちらを勉強してから学習すると、こういうスパンであの学習を進めていただきたいと思います。 はいじゃあいきましょう早速もう組織のある程度ざっと見たよという方のためにこちらいきましょう大きい数字の2番研究開発組織の中のまずは括弧の1いろんな組織の名前があるんでこの組織ってどんなもんなんだろうっていうことをついで覚えるようにしていただきたいと思いますさあいきましょうまずは製品開発部門これはもう読んで字のごとくです製品のの開発の部門がありますで大体こういったところは機能別組織っていうのを取ってます 機能別組織ってどういう組織かっていうのはこれ組織論の中にありますので、まあ、そこはしっかりと組織論で勉強していただきたいんですが、まあ、こういう組織もう製品開発部門っていうのがあってそこで研究開発しますよっていうのは皆さんもメーカーさんとかだったらあるんじゃないかなと思うんですね。中小企業でもありますよあの事例の1に出るような企業で研究開発部門がありますとかねあと品質管理部門がありますとか、ね、営業とかの部門がありますっていう機能別組織ですよ。 っていうようなところが試験にも出てますんで、まあその辺はそういう部門で研究してますよね。まあ、これでオッケーです。で続いていきましょう。プロダクトマネージャー製プロダクト製品でマネージャーだから製品についてしっかりとマネジメントしていくまあ。そういった組織ですよと。とじゃあこちらはい。見ていただきたいのが、この赤字のところ垂直的側、脳組織、職能、組織間の水平的調整を図る。組織形態これ何ですかね？ ちょっと組織論では学習するんですが、先に申し上げておきます。まず社長さんがいます。社長さんがいて。それぞれの。こう部門があるとしますよね。こちら。ね。で、これが何かっていうと、縦軸のところが。垂直的側の、職能、組織感。ね。これ。これ垂直的、縦。で、これがそれぞれの。何になっているのかっていうと。職能。 職能組織になってましてそこに対して横軸が加わるんです水平的調整を図る組織形態で例えばプロダクトマネージャーとかいう形でじゃあこの、うん、と A さんっていう人がマネージャーとしてはいプロダクトマネージャーとしているとここの組織とここの組織とここの組織を調整するというところになりますだからこっちは縦軸になるわけですね各職,の職,職能は縦軸になりまして縦軸だけだと 製品作れない場合には横軸の人がその製品すなわちプロダクトのマネージャーとしてそれぞれの調整をしていくというような組織こういう形態がありますよっていうのもインプットしておいてくださいこれ2次試験にも出ますこの考え方ねこれしっかりとインプットしていただきたいでさらに行きましょうこういう組織もありますよと自己組織化セルフオーガナイゼーションまず1どういう組織なんですかこれちょっとね特殊なんです。で見ていいたただきたいのは赤字 関連する部門が重複,、ね、重複して参加共同する知識創造の場としてセルフオーーガナイゼーション自己組織化を促進する開発方式こういうやり方がありますでこれ成功する時に今までの組織今までのっつったらおかしいですねまだ学習してないですから組織論で学習する組織の原則みたいなのってあるんですよ。 あの実際にあの管理をちゃんとしましょうとかまあそういった考え方ってあるんですねそれがちょっとね崩れた形になるっていうふうに覚えておいてください丸に見ていきましょうまずはあらかじめ赤字のところ重要なんですあらかじめ明確に分業関係を構築してここないことが条件分業することによって組織っていうのは分かれるわけですね例えば製品開発部門ありますね品質管理部門ね営業部門と分かれることによって分かれることによってあの実際に組織ってできるじゃないですか。 で私は製品開発だったらそればっかりやっていくと専門性を高めるという話になってくるんですがここでは明確にこの分業関係を構築しておかないあれちょっと組織のねちょっと原則と違うんじゃないのかなと思われるんですけど一応これが自己組織化のまあ一つ成功する条件になります1つ目、ね。それがちょうどこちら条件ですね見ていただい。 あの明確に赤字のところだから赤字のところを覚えといてこいつが来たら自己組織かなっていうふうに覚えといていただいても結構です。でいきましょう続いてのところの A のところ異なる職能間での学習のの促進ね異なる職能間での学習だから縦割りじゃないよと縦割りじゃないよと異なる職能間で学習していきましょうといったところになります。で続いて赤字のところはいトップは具体的な基準 自立性が大事自分たちでやってくださいねとだからこちらであるように自由であるべきでありトップは具体的な基準を設定しないとね具体的にまあ基準として山口はこうしろとかいうのを設定しないと、ねまあ、目標だけ決めておいてある程度ざっくりとで自分たちで自立してやってもらいましょうといったところだから今回の組織の中で出てくるのはちょうど二のところにあるようにお互いの担当領域にこう侵入すると。 なんか例えばちくまさんが開発で私が品質だと品質部門の山口さんがちくまさんのところにいきなりずかさがってきて「これどうなの?」みたいな普通あんまりないじゃないですか。そうですね 経理部門と総務部門ですら大きい会社は分かれているのにもかかわらずそれだとやっぱりこの研究開発組織としてこう新しいイノベーティブなものができないようなんてところになってきますんで一応そういう組織の形態があると、ね、なかなかちょっと難しい組織なんですけどそしてもう一ついきましょうはいそれぞれの例えば製品のね製品の開発部門の部長さんとか品質管理部の部長さん それぞれれぞに言われて、まあ、どっち作用しようかななななっていいううのは自立的に考えようみたいなそんん感じなんですねだから命令一元性を徹底する必要はないと2人の人がそれぞれ言ってきて命令を言ってきて迷ったら折衷案で自分で判断しようみたいなところで自律性っていうのを取っていく。え、ね、部長にだけ従おうなんてそういうことをあの考える必要はないですよと言ったところ命令一元性を徹底する必要はないと。 まあとは言ってもねまあそういう風になっていくんじゃないかなと思うんですけど一応組織のね原理原則理論的なベースではこういうねちょっと今までの組織とは異なりますよっていうのでまあ新たな組織の活力を生み出して新たな製品イノベーティブな製品を生み出していこうというところに繋がってくるのかなとまあ、こう解釈していますはいじゃあそして行きましょう括弧の3番目企業内企業化制度さ試験出てますねこれは二次試験の中でも触れてきた内容になります でこちらイノベーションを生み出す企業化精神哲学組織構造を内部に発展させるという試みなんです企業内に企業化の制度例えば山口さんは、ね、会社のお金として2000万10に使っていいよとでこういう経理部門のこういうね内容も使っていいと いいろろ人としていろいろ提出する書類があると国とかにそれはもう経理部門とか総務部門の誰ださんと誰ださんを自由に使っていいからというふうにしてもうあたかも山口さんを社長まあ本当は課長なんだけどあの社長としてこのこちら企業内企業化制度でやってくれとねもしくは手上げで頑張りますって企画書を出して OK な人に対してお金を出してやってもらおうとかねまあそういった制度になりますまあこの3と4ってほぼイコールなんです。 企業内企業家制度ともう社内ベンチャーとほぼイコールなんで、まあ、同じようなものだというふうに考えていただきたいとでこの社内ベンチャーというのは結構あの商社とかで取り入れられてますね商社とかで予算も渡してで実際にまあ本当にお金出すところだと、ね、オフィスも渡してでその中で自由にもう企業家としてやってい,いようとだけれどもうちの商社ね大きい商社としてのこう総合商社としての経営資源はあの 制約の範囲内いいろろあるんですよ全部使っていいとか役にちっとこいとか言えないので、まあ、一応その規定の範囲内ではもう自由に使っていいですよというふうな形が3と4ですでこれほぼイコールなので、ね、こうしっかりとどちらでも二次試験に使えるように皆さん見といてくださいじゃあ社内ベンチャーの方いきましょうね企業内企業化用度は赤字のところで社内ベンチャーはもちろん同じです何らかの形で規律を課されはいいきますね黒字ですけどコントロールされた疑似ベンチャーだから一応規律はあるんですよ 役員を呼びつけちゃいけないとか、ま、そんな細かいところじゃないんですけど一応規律はありますこの範囲内でとか予算はこれの範囲内でとかね銀行の借り入れは本社を必ず通すこととかちゃんとそこはあります勝手によく分かんない金融機関とあの取引しちゃって破産しましたなんてことがあったらまずいですかね会社のブランドとしてだからそういった規定はありますでもう一ついきましょう新しい事業領域での学習のための装置、まあ、装置っていい表現ですねこの本当に学者さん的な考えですねこれ一応試験対策上覚えておいてください もう練習させるわけそこで社内ベンチャーとしてでうまくいけばもうそこの事業部の中で事業部長になるしねあとは関連の子会社の社長として本当にねあの別資本でやってもらおうとかで将来の社長候補にしていこうとかそういう形の装置として考えてください。はい、であとはですねこの異なった分野ですね異なった事業分野に進出するっていうことは本体がグッと動いていくと結構リスク高いよね。 という時には社内ベンチャーを使っていきます社内ベンチャーを使っていきますこのような考え方は基本的に事例の1とかでも過去出てますのでしっかりとねこういったところを覚えておいてください。で続いていきましょうマルチ留意点まず大事なのは組組織織において大事なのは組織のののは中で共通の目標っていうのがありますだからここでは明確なビジョンと方向性あっちの方向に行くっていうのを明確に決めておかないと良くないです。 はいで続いて社内起業家が自社の戦略とこの直接に関連する革新だからあんまりずれると困るんですね。そうですよね戦略ってよろしいですね。全社戦略からあまり逸脱したものをやっていただくとさすがに困るので全社、まあ、戦略は見ようよというイメージでインプットしておいてください。 ありますよね皆さんね今まで学習した中で全社戦略とか全体戦略どちらでもいいです言葉そこに合わせて事業戦略もしくは事業部別戦略というのが出てきますんで社内ベンチャーでも同じというふうにインプットしていただきたいとはいで続いてまあこちらですねスピンアウトさせることが望ましいとは限らないまあスピンアウトってこういう感じですよねスピンオフとかスピンアウトこの B という社内ベンチャーを立ち上げてこっちに行ってでまあ製品化のところでポーンとスピンオフ ししてしままううというといころもあります、ね、スピンアウトとかスピンオフって言いますけれども、まあ、こういったところは独立させることが望ましくないのでもうじっくり育てるっていうのも大事ですよというところもインプットしてください、ね、あんまりこうスピンオフですぐに切り離すとなんかこう片道切符のねリストラみたいなイメージにもなりますんでそれは社内的にも良くないんですね。はいいじゃあ続いてていきまししょうそして このその性格に適した組織的位置づけっていうのがありますねちゃんとこちらを考えてくださいでコントロールしましょうといったところがありますじゃあ効果効果は大事ですよトップダウン型の思考様式からまあ乖離離離れた発想だから常に上司を見てあの判断をして行動するじゃなくてマーケットを見て自律的に行動するというところに繋がってくるのが大事ですよと あとは組織学習ですねこの革新的ミドル中間管理職ね会社の大きいところにいたら中間管理職なんだけどそういうできる人中間管理職の中でもできる人に対して社内ベンチャーをお願いすることによってこの学習の機会、ね、大きい会社にねこすがっていればなんとかなるんじゃなくて自分でやっていかないとやばいよっていった感じでこう勉強させていけば将来のね本当にトップマネジメントにこうなれるような人材を育てられるかもしれないとか。 であとはまたトップマネジメント自体も、まあ、組織学習ですね自社が要は自社の組織の中でやっていたのが別の組織を持つような感じなんでそこに対してどう関連性を持ってコントロールするかっていうのはトップマネジメントにしても勉強になりますよとはい、まあ、そんなところであとはそれぞれ自立感この辺はもう言いましたよねあと心理的なエネルギーを生み出すっていうことはやっぱり自分が社長になったらモチベーション上がるじゃないですかでそしてこれ社内ベンチャーで成功するとしますよね まあうまくいって公開するとかねそんな形で仮に従業員の従業員だった人がお金もらえるとねストックオプションかなんか、ね、でそういうふうに公開したらお山口うまくやったなとかねで,できるやつは俺もやろうっていう形で加わることがあるこれ心理的なエネルギーですねはいであとはこちらですねベンチャーを成功に導く要因としてまずは前者戦略って言いましたよね。 だから全社的な見地から組織的な枠組みを与えるので今までの応用だと全社戦略があって事業部戦略もしくは事業別戦略というのがありますのでその枠組みをちゃんと与えてください。全、ね、社的ななな方向性といいのが分から良くないであともう一つが社内起業家の自由と創造性を発揮し得る舞台ですだからその全社戦略の中で自由にやっていいよと。 お前はこの権限を与えるからっていうふうにしてあげるこの舞台をちゃんと設定していくことが大事になりますよというのをインプットしていただいてここまでがまあ一つ組織的な内容とさあよろしいでしょうかね、まあちょっと足早に話しましたがまた組織論を勉強してから復習していただければいいかなと思いますさあ続いてバウンダリースパニングとこれ出てます試験に言葉ね試験に出てます でバウンダリーって何かっていうとこの中で企業内と企業外のこの境界のことですバウンダリーはいでバウンダリースパニングって何かっていうとこの中と外の境界をこう連結するっていうところですねだから外のものをいいものだったら取り入れるとかそういったところになりますじゃあちょっと具体的に見ていきましょうまずは組織内に対して研究資金の獲得これ大事ですね例えば えっとこの A というプロジェクトありますね、A、というプロジェクトは一つのプロジェクトですプロジェクトはお金ないとダメなんでじゃあお金どこから出るのかっていうとお金は例えばこう経理部とか財務部財務部からお金資金キャッシュフローが出てくると CF とか聞きましょうキャッシュフローがこう与えられると。となることはということはその研究開発のプロジェクト のこの A という組織とあとは社内の社内の中での研究開発にお金を出すこの財務部まあ、財務部っていうのが会社によってもちろん違うんですけど財務部とのこの協会ってあるじゃないですかそれを結合していきましょうだから組織内に対しては研究資金の獲得っていう形になりますこの辺もちゃんと予算を取るみたいなイメージですね A というプロジェクトの組織が予算を取るとでそれをちゃんとこの 間,間って壁ありますからね予算くださいはいどうぞとは言いませんので国もそうでしょ経産省でも、ね、財務省とのこう調整が必要でくださいどうぞとはならないじゃないですか調整が必要でそこに対してちゃんとこのキャッシュローが潤沢にもらえるように、まあ、この協会、ね、バウンダリースパニングを考えていきましょうと、ね、連携していきましょうという内容になりますであともう一つがですね製造分野マーケティング部門などの情報収集 例えば研究開発部門というのがありますこちらがまあ仮にじゃあ今度はこっちの一番こっち側を研究開発部門にしましょうね研究開発部門としましょう研究がでもマーケティング部門とこうマーケットの情報さえてますよねあとはグリーンにしましょうか製造部門作り手側 だからどんなにいい研究開発をしてもいやこんなのうちの技術は作れないよってなってしまったらこれ困るんですよ。だからそれぞれそれぞれの部門がありますよね。研究開発部門で A というプロジェクトがあるならばマーケットか製造そこに対してちゃんと連結していく情報収集してうちの技術だとここまでできるけどこれはできないよねなんてところもしくはうちの今の研究開発だと実際にあのうちの会社の技術じゃできないから。 じゃあ外部の会社をどういうふうにねこう連携していくのか提携していくのかっていうのを考えていくために社長に対して交渉してみようとかそんなことをやっていくババンンンダダリリースパニングという考え方ですバウンダリーです。すウね。あともう一つ丸る組織外に対しては組織外に対しては顧客情報や専門性の高いだから組織内でもし何もできなかったら。 何もでできないいおかしいですね組織内の今製造部門が技術的にできなかったらこの A というプロジェクトは組織外から持ってこなきゃいけないんですよこの境界線を組織と今度中外の境界線から例えば技術とか、ね、こういったところを持ってこなきゃいけない提携したりして、ね、であとは専門性の高い技術情報とか。 あととは外部組織との連携例えばそうですね D という組織があるならば D という組織の力を借りましょうという形で連携をしていきましょうとはいよろしいでしょうか D 社と D 社と連携をしていこうとね A というこの中のグループは D 社と連携しますとそして新しいなんかイノベーションを起こしていきましょうなんて形になります。はいいいままずここまでインプットしててただいて次 いきましょう新製品開発や新規事業の進捗管理これ管理の方法として一応試験で出たので覚えといてくださいステーージゲート管理っていう管理理いう方法がありますでこれ図見て頂ければと思うんですけどプロジェェククトトの段階ごとにチェックポイントを設けるじゃ見てください発見から企画だとじゃあ人員どうするのとかねあとは企画から実行でじゃあ基本設計っていうのは完了したね実行を開始しますとかそんな感じでこうなんていうの意思決定をこうしていくと。 いうようなところであとはもう見ていただきたいとプロジェクトの蘇生とかあとはプロジェクトへのコミットメントとかそういう風になってますよと要はそれぞれに対してプロジェクトの段階ごとにチェックポイント設けるよっていうのが出てきたらこいつだというふうに覚えてまあしっかりと選べるようにしていただきたいと思いますはいじゃあよろしいでしょうか次はい丸二新製品の事業化さあここで大事なのはこの赤字のところ事業化の時に思いっきり進んでいきたいんだけど 場合によって一旦開発段階が戻る開発まで行ったんだけどちょっと戻りましょうということも大事だよっていうことも覚えておいてくださいねここすごくね大事なんです選択肢で戻ることはないなんだ戻るべきじゃないなんて書いてあったらそうではないというふうに皆さんは判断して選べるようにしていただきたいとはいじゃあ続いていきましょう NH ごめんなさい NIH 症候群っていうのがあります さあこれはですね皆さん赤字のところを読んでいてちょっと事例見ていきますね事例これどういう事例なのかっていうとこちらさあ A 社ではありますね既存製品のバージョンアップによる新製品開発も成熟段階に達したとまあ成熟段階ですよねこうなったわけですで既存のはいマトリックス組織これは組織論で勉強しますでどういうものかっていうと今このプロダクトマネージャーが A とするじゃないですかこれが横軸通ってますよね でそこに対してたくさん通ってる BC でこう網の目構造になってますね縦軸と横軸でこれマトリックス組織と言います今は簡単にそんなもんだで覚えておいてくださいまた後半の組織論で学習しますのでそちらでやっていくとじゃあこういったマトリックス組織があるでこれまでの製品とは不連続な技術やりましたね不連続連続じゃなくて不連続っていうのはさあ忘れちゃった方は戻ってください こちらはい不連続不連続な性能向上というのがありますさあ技術進歩の S 字型曲線のところですね大きい数字の3番目こちらに戻っていただければいいかなとはいで不連続な技術がありますでこれがまあ、あのー、新製品に繋がるということで新製品の事業化に乗り出しましたとこうマトリックス組織でねでその時にこの製品の利益率は既存の製品群に比べて高いから機能マネージャーは 積極的に生産的経営資源を新規事業分分野に配分した生産的経営資源ということは生産のこう例えば製造部門のまあ機械とかそういったノウハウとか技術みたいなそんなところで考えていただければと思います、まあ、企業によっていろいろありますけどねそこ,をこう重点的にこう投入してきたわけです配分し始めたが既存製品のバージョンアップが新製品に結びつく段階では有効にこのバージョンアップではこのマトリックス組織は有効だったんですよ。 有効だった。ですが。ですが。既存製品とは不連続な技術に基づく新製品を遂行するには障害になり。これどういうことなのか。これなんですね。今までの製品を。まあ、ちょっとバージョンアップしようって言った時には。そのマトリックス組織の。この横軸の人たちね。自信あるわけですよ。このプロダクトマネージャーだとしましょう。仮にマトリックス組織のマネージャーが。その人たちはおお、いけるよ。とバージョンアップしようねと。 で、自分たちの技術はすごいと思ってるとすごいと。ノウハウもすごいと思ってるで、新しい技術が出てきた。その時にどう思います。今の自分たちの技術はすごいよねと思ってる。皆さんがその時に私がいや、こういうやり方がいいよね。っていう風に来たらどうでしょう。いや、絶対うちの方がいいよね。とか思うじゃないですか？ ね、新しい技術を取り入れないとなるとさあ行きましょう安定した構成,の構成のプロジェクトグループこれが例えばププロジェクトのグループ出します、ね、A というプロダクトマネージャーが A というプロジェクトを進行しているでそれで自らが属する分野の知識を独占的に所有しているだからこの分野は俺らが一番持っててるるよと考えてるわけでその時にまあだからここで来るような事例にある不連続な技術 今までにないような技術はいやこんなのね使えるか分かんねえよみたいなそういう形になってしまうするとよ、まあ、くないですよっていうのが NIH 候群と言います、まあ、こんな名前なんで今のイメージで覚えていただきたいとねこの A という、まあ、マネージャープロジェクトを仕切っているプロダクトマネージャーここのマネージャーマネージャーねこれがもう自分たちがもう一番だと信じてるからね。 新しい技術はこう取り入れない。これ結構あるんですよ。企業さんの中で今までの技術に固執しちゃう。それは自信があるからなんですね。別に新しい技術取り入れる必要ないじゃん。今のもので全然利益出てるしというようなところにあの固執すると、まあ、なんかこうね新しいビジネスをやっていこうという風になってきたんだけど、なんかこう障害になっちゃうみたいなそんなところがありますんで、ちょっと覚えておいてください。なんでここ付く属くやったのかっていうと二次試験の事例の位置とかでやっぱこの辺結構出る可能性高いんですよ。 内容ととしししてててははだだかからそれしっかりとねインプットしておいてください、はいくさじゃあ続いていきましょう OEM これはもう皆さん聞いたことありますよね OEM 赤字のところで、まあ、これは例えばそうですね OEM っていうのはちょっとこの辺に書いていきましょうアップルさんいますね Apple さん A っていうのはアップルさんアップルさんがもうどういうふうに作ってるのかと台湾の工場にお願いしてるとそんな感じ台湾の工場 台湾のエレククトロニクスメーカーカにお願いしてるわけですメーカーカさんにすると商品の製造は委託するですよねでじゃあ台湾のメーカーさんは何かっていうと受託するとその関係はいで受託しますでアップルさんは何かっていうとこちらあの赤字のところを見てください その委託生産を推し相手先ブランドによる委託生産を受託する製造業者だから OEM 業者に委託しますというような形をアップルさんから見ると取るわけです台湾 OEM 業という形になります。はいでこれじゃあなぜそういうことをするのかっていいますとこちらですねちょっとあの赤字のところもそうなんですけれども当社自社では当該製品の技術標準や自社ブランド力だからアップルというブランドとかねあとは この自社製品のの技術この辺に対してのみ重点を置いて作るのはもう外のメーカーにお願いしちゃいましょうとなぜかというと今の自社の経営資源だといろいろと世の中の激しいねもう早いもう早い激しいこのお客さんのニーズの変化に対して対応していくのに力を入れた方が儲かると思うわけですよ。 で作るところに対して工場を作って管理をしてところまでこのアップルの従業員でやっていったらとてもじゃないけど勝ち残れないだからそこは OEM で供給してもらおうとお願いしてねどっかのね台湾とかの工場に、ね、とあの工場というか機械あの企業ね台湾とかの企業に OEM 供給してもらおうとでそして A 社マップル社はもう本当に新しい例えば iPad とか。 新しい iPhone とかそっちの方とあと広告宣伝こうブランディングの確率ブランドの確率こっち側に行こうというのはもう実際に行われてますんで、まあ、皆さんねアップルさんの例とか思い出していただければ OEMOK、OK、かなと思いますはいで続いていきましょうオープンイノベーションオープンイノベーションですねチェスブローという教授がですね、まあ、やっぱり自分もこう働いてきたわけなんですよハードディスクの業界で。 その中でこうイノベーションの大切さとかをねこうすごく学んででまあ大学院行ってで博士の子 課程も出てでまあ大学の教授になってまあこういう理論をいろいろと打ち立てたというねこういったこう実務家からは上がってきたこう教授さんなんですねチェスブローとねオープンイノベーション試験にも出てるんでちょっと見ていただきたいと。でそのオープンイノベーションのまずチェスブローさんじゃないまあチェスブローさんも影響あるんですけれどもまあ一般的なオープンイノベーションの概要を見ていきますとまず赤字のところ中と外のアイディアを有機的に結合させる中と外。ということは先ほどのこうバウンダリー あのスパニングって言ったところともリンクしていくんですねこれ中と外をちゃんとこうこれありますよね外の技術とか、ね、を取り入れていくこれちゃんとこちらオープンイノベーションの一つになりますはいでいきましょうメリットいきますねメリットは内部での商品開発に対する競争圧力が強くなり組織の活性化 外部のこうプロセスにおいて内部もですね商品開発に対する競争圧力が強くなるんですあなんかさ外部でいろいろ見ていくとすげえ技術あるじゃないと俺ら遅れてるよね頑張らねばっていう形になってくるそれが圧力ですで組織の活性化につながるよし負けてらんねえあの会社の技術になんて話になってくるとベストですよねでそしていきましょう B, B のところ内部ででのの開発コストの低減ですこれ大事です 企業内部の仕事にあのごめんなさい企業内部の優れた人材に限らず外の人を引っ張ってくるだた例えばだから例えば連携っていうのはこれ外部の人材にもつながるわけじゃないですかですねでもしくは連携しなくても外部の人にお願いしていくっていう話も出てきますこちらはい外部の人にそうすると自社で 新入社員からいちいちこう教育で時間をかけて育てていくよりは今の最新の技術得意な人を外からこうね実際に採用していく方がいいですよねなんて話になってきますこちらそうするとまあ開発コストの低減開発コストの低減っていうことは人を育てている時間人を育てている時間を短縮できるとともにやっぱりスピードですよねあの速さの経営といったところにつながってきますタイムベース競争にもつながってきますんで 開発コストがあの低いってことは開発期間が短いっていうところにもつながってきますんでそこちょっとね関連させておいてくださいはいじゃあ続いていきましょう新製品開発も、まあ、ここよろしいですねスピードアップですよつながりますとはいじゃあチェスブローさんはもうちょっと応用して考えています今のは基本形オープンイノベーションの概要じゃあチェスブローのオープンイノベーションまず赤のところ知識の流入と流出を自社の目的にかなうように利用して 社内イノベーションを加速するとともにイノベーションの社外活動を促進する市場をねこちら市場を拡大することだからなんか中だけとか、まあ、今の基本的なところは中で足りないから外から持ってくるだけでいやいやそうじゃなくて外にもう行っちゃってもいいんだよといったところにつながってくるとでこちらの中でまずいろいろとですねちょっと赤字のところを見てください先に。事業レレベルのコラボレーションを促進すると 事業化レベルのコラボレーションを促進させるという特徴がありますよと言ったところですね。で基盤技術の開発は社内でやった方がいいんじゃないかっていうのが大体大筋の理論です。これ人によってちょっと違うんですけど基盤技術初めの部分っていうのは社内でやってで事業化する時にコラボしていく例えばお金がなかったらベンチャーキャピタルとかそういったところとコラボしましょうよなんてところも出てきますねとちょっとイメージしておいてくださいね。 基盤技術一番初めの基盤技術のところじゃなくて事業家のところのコラボこっちを促進するという特徴がありますねっていうのをインプットしていただきましてちょっとこちらを見てくださいこちらさあ研究のところと開発と製品化っていうこの3つのまあセクションがありますで A というプロジェクトはこちら企業のの中なででで社内でずっとと製品化までしていきまししてきょうとこういったところですね A よろしいですか A はずっと社内でプロジェクトやっていきましょうじゃあ B はどうなのかっていうと B はまあ研究であと開発まではいいんですけど製品化の時にまあスピンオフしたとかあとは他社へまあ譲渡しちゃったとそういったところもなってきますよとこのバウンダリーのところから外に行きますねでそれでもいいんですよとねでスピンオフしてこれ何にするのかっていうところベンチャー企業になろうと。 こういうのありますよね。I.T. 系の業界でね、ベンチャー企業を作りましたなんて、そういったところ出てくるかなと思います。あと他社へ譲渡、こういうところもオッケーですよねと、はい。まあそんなところが出てきます。であとは C 社はなん、あ C、あごめんなさい C 社で、ね、す。A グループね、あの A というね、こうプロジェクトのチームね、B というプロジェクトのチーム。ちょっとここゆっくり行きましょう。じゃあ C というプロジェクトのチームで、C はもうここでなんか終わっちゃった。 終わっっちゃったでこっちにはなんか行きつけなかったとね、まあ、そういうこともありますよねとそうですよ全部が全部成功するなんてないんでじゃあそこで出てくるのがまず一つ目は外から外からこう取り入れるっていうのはオープンイノベーションで OK でしょでチェスブローってちょっと違いましてこの B ちょっとこれ青,青にしようかな青じゃグリーンにしようかな。 B という例えばプロジェクトがあったらすごく社内ではまあそこそこの評価なんですけどこの製品化していくときに「おすごいよね」なんて社内の人が目をつけていやお金出すよとこの B に対してお金出すよという形で社内の資金をあごめんなさい社外の資金をすごく集めたと。そうしたら会社としてもこのプロジェクトをあの譲渡したりベンチャー企業として実際ね あのスピンオフして、まあなんか公開とかさせちゃえば、これお金取れるじゃないですか。でこれ一種の成功ですね。投資した。そのビというプロジェクトに対して。外の外部の企業。外部の企業がお金をくれて、でそのままスピンオフベンチャーとか。で、他社がお金を出して、いや、そのプロジェクトくださいと。言ったところで。ね、こちら社内。例えば、これを何社にしましょうかね。この A. B. C. それぞれのプロジェクトがある。 G 社と G 社 G 社のメリットにつながるわけです。はい、まあそんなところをちょっとインプットしておいてください。こちらですね。はい、まあこんなままあのこのまましっかりとインプットしていただければと思います。で続いていきましょう。交渉担当者このバウンダリーパーソネルとバウンダリースパニングってもう本当はリンクさせてくださいね。交渉担当者っていう考え方です。一応これキーワードだけ覚えていただければと思います。で何をしている人なんですかっていうと。 外部組織が自らの組織に対して影響力を行使する際にターゲットとなるこの企業の担当者がいます外のまあ何ていうのかなキーマンとかよよく言いますよねこの人の,あのこの組織のプロジェクトのキーマンって誰その人が外と交渉していくみたいなそうするとこの A のプロジェクト A のプロジェクトのキーマンはスモール A さんだとするとこのスモール A さ, A さんだとすると A さんが外の人たちと交渉していくわけですよと。 こういった形交渉していくとねまあ、その人たちが例えば何と言われるのかっていうとバウンダリーパーソネルね、企業の交渉担当者あごめんなさい障害担当者障害ってありますよね外の人とまあ交渉していくその担当者ですよという形になりますあとはもう皆さん読んでいただければ大丈夫かなと思いますね先ほどのバウンダリースパニングと非常に近いですのでこう人から見たところのまあバウンダリースパニング的なところになりますんでちょっと人的な 障害担当者ででインプットしししてておいいいいくださいはい、よろしいでしょうかねでこんなところが出てきますよねというところでじゃあこの次の大きい時計数字の3番ですねこの辺はちょっと皆さん読んでおいてください事例ですね。海外における研究開発活動とこの事例は見ていいたただきたいとでこの辺はもうそれぞれ事例として私のでピックアップしていってるんですがちょっとポイントとしてはまず1番目の黒丸見てください依存度が高くなると増える。 そうですね、まあ、これはもう常識的ですよね海外市場への依存度が高くなれば海外で研究しようねってなりますよね、まあ、そんなことが書いてあります。で進出先だけど進出しました海外で研究しようと思ったらもう全然ちょっとね研究開発の人材とかそういった土壌がないと。ねだからまあ ちょっと国内でやろうかななんてところが書いてあるのが事例ですで次の黒丸もそうじゃないですか現地の研究開発や技術の獲得を考えているならばやっぱ積極的になりますね現地でやっていこうと、ね、そんなことが書いてありますんでちょっと日本語的な内容ですから見ていただいて括弧の2グローバルシナジーこの定義は覚えてておいいくださいグローーバルシナジーは国際的な複数の拠点で生み出された資源を多重あるいは共通利用なんかありましたね多重利用というのがシナジー。 情報的資源といったところにリンクしていきますので、まあ、この辺見ていただきたいと国際的な拠点シナジーでありますとこれはもう言葉の定義だけでいいでしょう、ね、しっかりとこちら覚えていただければ次出た時できるかなと思いますこれが大きい数字の3番目この辺をも読んでいただきたいとで4番目先端技術の利用レファレンスモデルっていうのがありますさあレファレンスモデルって何ですかこれも赤字のところを見てください まあこちら製品あのごめんなさい組み立てメーカーの製品開発を支援するための機器ですよと。でこれがあるとまあ要は最新技術のすり合わせっていうのがね最小限で済むからすぐ入れるんですよすぐ入れると。参入障壁は低くくなるこれインプットしておい,てくだ,さいだから「レファレンスモデル」っていうキーワードと組み立てメーカーの製品開発を支援する機器なんですね組み立てメーカー。 非常に組み立てメーカーは組み立てしやすいすると参入障壁が落ちるこの3点レファレンスモデル組み立てしやすい参入障壁下がるこれしっかりとインプットしていただければいいかなと思います、ね、この部分あとはインターフェースの標準化、まあ、ここをも読んでくださいインターフェースこうつなげるところですねあの2つ以上の1つのものを接続する場合の接,あの接続部分となってますのでここはもう皆さんが見ていただきたいと。 さあいきましょう大きい数字の5番目イノベーションが成功しない理由も、まあ、こちら既存製品への依存と技術面の影響と,影響と市場ニーズとの関係。 さあそれぞれこれはもう具体的なので見て読んでいただきたいんですけどいくつか皆さんに紹介していきますねまず最初の括弧の1大きい時計筋の5番目の括弧の1の既存製品への異常は依存は何かというとまずここ既存の旧製品で利益が出ているため経営者が新製品への投資を躊躇している状態これどういうのがあります試験問題の選択肢として問われているところもあるんですが具体的に今のマーケットの中であったような事例。 これどううでしょうこれ私思いつくのはあれですよあの既存で利益が出ている旧製品でってタバコが基本的にはこう電子タバコに移る時って海外の企業がバッと入ってきたじゃないですか、ね、そうすると国内の企業が投資が遅れるなんてニュースありましたけれどもそれと大体一緒かなと。なぜならば国内のシェアをたくさん取っていて国内のまあその製品で利益取っているとね 紙巻タバコっていうね煙の出る紙巻きタバコ火のつけるやつだとそれで利益出ていれば電子タバコにスイッチするのってやっぱちょっと遅れますよねシェアナンバーワンの企業とこういったところがまず黒丸の一番で黒丸のその下ですね原油市場の顧客ニーズを重視して次世代技術これも携帯じゃないですか携帯ですよね今携帯使ってるお客さんに対して使いやすいもの使いやすいもの使いやすいものスマホになっちゃうから。 ここれ非常ににねねままずいことになります、ね、既存製品への依存とあともう一つは何かっていうとこの同じようなことです既存製品と顧客とのつながりを大切にして見直すあの大切にするがあまりこう見逃したりとか後回しこれも携帯の市場と同じですねこんなイメージで皆さんぜひねあの実際の市場マーケット今まであったことをちょっと考えてみながらちょっと読んでいただけると分かりやすいかなとまあ一例紹介しました。 でここは何かっていうと開発時の技術が顧客の指示を受ける何でしょうねこれ私はねハイブリッドの自動車ってそううじゃなないかなと思うんですよ。すると電気自動車へって送りますよねハイブリッド売れすぎちゃうとこんなイメージで私持ってますじゃあ続いての黒丸って皆さん何ですか赤字で書いてありますね経路依存性これは ある技術システムとそれを利用す使用する社会との社会との相互関係だからもうちょっと大きい我々全体を含むって考えていただくとなんかありますどうですかこここれ具体的にあります今本当にこうチェンジしてきてます動きがこれは IC カードってありますね決済 IC カードって使いやすいじゃないですかスイカのピピピピだけどそれが QR コードで大体中国とかだと QR コードがもうメインだなんて言われてますよね でも日本はなんか IC カードがこう見ていただきたい技術システムとそれを使用する社会との相互関係なってますね。スイカありますよね。スイカで全部乗るからで JR とか全部そうなってるじゃないですかするとそこで QR コードいきなり入れるっていうのは障壁高いわけですよ。そんなとところが今回の内容としてありますでそれは何かっていうと経路依存性なんです。 経路依存性っていうのはスイカとか IC カードがこうずっと培ってきた技術とか使いやすさっていったところの経路依存性これはブリオ分析忘れた方は思い出してくださいはいで続いていきましょう続いてのところ、まあ、この辺を皆さんで読んでいただきたいなと思うんですね技術の限界を克服したりと要は使い方がうまくなっちゃうんですよお客さんのだから新しい技術いらないよってなってしまうと。 こう面倒くさい使い方が慣れちゃう。例えばどうかな。こうスマホで文字打ったりする時にあるじゃないですか。こう一二三四五六っていうふうにこうマス目でこう文字並んでるのってありますよね。私全然ダメですよ。私全然ダメなんですけど、こうやって文字並んでる時にパッパッパッパって打ち込める方っていません皆さんの中で。そういう方は私アルファベットでこうやって打ち込むんで、もっとこのなんかテンキーがついてりゃいいなっていうふうに思ってたんです。だけどテンキーがガチャってくるような。 そのスマホのモデルって結構出なくなっちゃったのはもうこいつに慣れちゃってみんなが早く打つから私みたいなあの後期大衆な人間はもうまあなんていうのかちょっと切り捨てられちゃったみたいなそれとあともう一つがもうキーボード持ち歩きゃいいやみたいになってしまってるっていうのもありますはいまあこんなところですねお客さんがこう打つのがもうスマホ片手親指ができるようになっちゃったからキーボードいらないような話になってくるのがそちらになりますはいで続いて最後ですねまあこちらよろしいですね真似されちゃうと 累積生産量を大きくしてもコスト面っていうのはもう難しいんですよ真似させちゃう真似されちゃうともうねたくさん作ったって売れなきゃねコスト面も売り上げ面も上がっていきますよねという話になりますとそれが黒丸の最後になりましてさ市場ニーズとの関係ここまで勉強すればある程度ねもう皆さん勘が働くかなと思うんですけどまず黒丸の一番目カッコさんのところはもうこれ携帯ですよね。 携帯の市場を見ていただければ、OK、かなとで続いてのところがこちらさ大体ですね大量の情報や暗黙地って書いてありますけど多くの人は既存の情報,情報に基づいて行動します既存の情報に基づいて行動するのでこの技術部門とか営業部門が今までの技術力ノウハウとかたくさん持っているとかね 営業部門がマーケティング力が強くて、ものすごい顧客の情報を掴んでいると、自分たちが思っていると。市場ニーズからこう乖離した。この製品っていうのが開発されやすいです。もう自分たちがたくさん持ってるぞっていう独りよがりで。今までの経験ではっていう形で製品作っていっちゃうんですね。そうすると結構マーケットが変わってる。こういう状態が出てきます。はい。まあ、そんなところがポイントで、じゃあ、行きましょう。続いて大きい時計数字の五番目です。 さあ5番目に行くので一旦こちら皆さん移してくださいねこれ今そのままいきますんでこちら移してくださいはいじゃあよろしいでしょうかじゃあそれではですねちょっとこちら消していきましょう。